花岡聖衆、花岡聖衆、花岡聖衆、法暦十年十月二十三日、千七百六十年十一月三十日、天保六年十月二日、千八百三十五年十一月二十一日は、江戸時代の下界。記録に残るものとして、世界で初めて全身麻酔を用いた手術、乳がん手術を成功させた。は、 白行、通称は雲平、号は青州、随剣。随剣は、祖父、花岡直政の代から、花岡家の当主が名乗っている号で、青州は、その三代目である。法歴十年十月二十三日、七百六十年十一月三十日、花岡直道の長男として、紀の国長ぐ名手相、西の三村、元。 和歌山県木の川市西の山に生まれる。天明2年、1782年より京都に出て、吉松南外に恋法を3ヶ月学ぶ。続いて、山富水に、カスパル流外科、オランダ商館のドイツ人、医師カスパルシャムベルゲルが、慶安3年、1650年慶安4年、1651年に、日本に伝えた、下科技術を1年学ぶ。さらにミスイの死。 イラコ道牛が確立したイラコ流外科、古来の東洋医学とオランダ式外科学の接中医術を学んだ。その後も長く京都に泊まり、医学書や医療器具を買い集めた。その中でも特に影響を受けたのが、長富徳嘘案の万有雑記であった。そこには乳がんの治療法の記述があり、後の伏線となる。天明五年、1785年2月。 帰郷して、父、直道の後を継いで開業した。父は、息子の帰郷に安心したのか、同年6月2日、7月7日に64歳で、死去した。手術での患者の苦しみを和らげ、人の命を救いたいと考え、麻酔薬の開発を始める。研究を重ねた結果、マンダラゲの実、朝鮮朝顔、草渦、草渦ウウ、トリカブトを、 主成分とした6種類の薬草に麻酔効果があることを発見。動物実験を重ねて、麻酔薬の完成までこぎつけたが、人体実験を目前にして行き詰まる。実母のお次と妻の会が実験台になることを申し出て、数回にわたる人体実験の末、お次のし、会の失明という大きな犠牲の上に、全身麻酔薬、通り千算、別名。 アサニエさんからマフツさんを完成させる。今日は2年、1802年9月、紀州藩主、徳川春富に越見して死分に下した手は秋を許された。文化元年10月13日、1804年11月14日、大和国内郡五条村のアイアという60歳の女性に対し、通船さんによる全身麻酔科で乳がんの摘出手術に成功した、ただし患者は、 手術から4ヶ月後に死亡しいる。文化10年、1813年には、奇襲藩の小不審医師格に任用される。ただし青春の願いによって、そのまま自宅で治療を続けて良いという、勝手金を許された。文政2年、1819年、小不審を医師に昇進し、天保4年、1833年には、奥医師格となった。 天保六年十月二日、1835年11月21日、家人や多くの弟子に見守られながら死去。去年76、法名は、天朝院製鉄直行子時。青春の後は、次男の詐欺師、周平が継いだ。大正八年、1919年、生前の功により生五位を追贈された。昭和二十七年、1952年、 外科を通じて世界人類に貢献した医師の一人としてアメリカ合衆国のシカゴにある国際外科学会付属の栄誉に祀られた。前日の通り文化元年10月13日1804年11月14日全身麻酔手術に成功している。これは1846年にアメリカで行われたウィリアム TG モートンによる ジエチルエーテルを用いた朝の手術よりも40年以上前のことであった。それ以前にも中国、三国時代の医師、持、肩やインカ帝国で古賀を使った麻酔手術が行われたという伝承がある。後期28年、元禄2年11月20日、1689年12月31日に、 大嫁孫であった後の小マス王の都心形成手術を成功させたという琉球国の高根の利益も一説によれば全身麻酔を用いたという。しかしいずれも詳細は不明であり、実例として証明されている全身麻酔手術は、青春のものが最古となる。ただし、モートンの術例と異なり麻酔に使用した薬物が秘伝であったため、 手術の全容については今日においても不明な部分が多い。なお先週は、カダの医術を意識しており、通船さんの別名、アサニエさんとは、カダが使ったとされる麻酔薬の名である。また、先週は、オランダ式の縫合術、アルコールによる消毒などを行い、乳がんだけでなく、膀胱血石、脱粗、自、主要摘出術など様々な手術を行っている。 前述の通船さんのほか、彼の考案した処方で、現在も使われているものに獣未配毒油、中央鉱、紫雲鉱などがある。青春は常に内外合一活物給理を唱えた。内科と外科を区別せず、当時の内科とは漢方医学、外科とはオランダ医学のことである。また、机上の空論ではなく、実験や実証を重んじるという意味である。 前術の全身麻酔手術の成功を機に、花岡聖衆の名は全国に知れ渡り、手術を希望する患者や入門を希望する者が殺到した。聖衆は、全国から集まってきた彼ら文下生たちの育成にも力を注ぎ、移塾、春林圏を設け、生涯に千人を超える文下生を育てた。清衆の弟子からは、本間玄長、鎌田源大、厚田玄安、立元流、 南馬立、素直、砂を、三村玄潮といった優れた外科医が排出している。その中でも特に優れていたのが、本間マ玄であり、膝上脈瘤の適質などの手術を行い、また医術についての著作を残した。しかし、玄潮は、その著作の中で青春から教わった秘術を無断で公開したとして、破門されている。とはいえ、青春は、 自分の医術の詳細を書物に書き残さなかったため、県庁の著作は今日、青春の医術の実態を知る上で貴重な資料となっている。青春には、自分の医術を限られた弟子にしか公開しないという、秘密主義的な面が存在した。文科生たちには、通船さんの製造方法を家族や友人にすら教えてはならないと、欠板まで提出させていた。ただし、通船さんの処方は、 極めて難しく、使用には大変な危険を伴うため、りに公開できなかったという事情もある。その本間現状の記録によると、通さんの配合は、マンダラカ8分、ソウウズ2分、ビアクシ、ビアクシ、シは、走行に、止め2分、陶器2分、センキュ球2分であった。これらを細かく砕き、煎じて、カスを除いたものを温かいうちに飲むと、 二から四時間で効果が現れた。しかし、やや毒性は高かったらしく、扱いは難しかったという。また漫画らかの、どの部分を利用したのか、それぞれの正確な調合分量は記録されておらず、通船さんの現物も残されていない。和歌山県出身の小説家である、有吉佐和子によって、小説、花岡聖衆の妻が昭和41年、1966年に、 新潮社から出版されベストセラーとなる。この小説により医学関係者の中で知られるだけであった青春の名前が一般に認知されることとなる。南朝方の和田正幸、楠木氏の一族が、後代醐天皇の崩御後に、河内国石川郡中野村、花岡、現、大阪府富田林市に住居を構え、花岡に改正したことが、花岡家の始まりとされる。 数代後の花岡殿の城は、畑山高生に仕えていたが、畑山氏が凋落したために、木の国朝生新僧、赤沼殿に移った。殿左衛門は、慶長年間に、名手僧に住居を構え、麻生内僧の家と併用していた。殿右衛門なお、親が名手僧、西の山村に移り住み、寛永年間に村内の丘陵を開拓して、平山と名付けた。また、 平山に家を移し農業に従事する傍ら、医学や薬品を研究し村民たちを治療していた。旧米総営までは、医師と農業を兼業していたが、雲前直政から医師を専業とした。現在、末栄としては、札幌市の麻酔会、井原氏ゆかりがいる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。